が手が動くのかな、はい、どうやって手は動くのかということなんですけど、まあ、手に関しては、ミンはですね、握ると基本的に握ると開くしかできません。昔の足も同じですね。今の足もあの本日指が動くようになってますけども、昔の足も同じです。ですので、ミンちゃんの弱点の一つがですね、じゃんけんはグーとパーしか出せない。ですので、ミームとじゃんけんするときは諦めずにパーを出し続ければいつか勝てる。他には何かございますか？よろしいですか？何かある？他に、はい、はい、じゃあそちら。